テテテテン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 アリエルが二人かわいいアリエル。やはみなさんこんにちは、なかですね。えちゃんです。皆さんこんにちは、こんばんは、ということでですね、ニューヨーク編第2話ということでですね、悲惨な事故から次の日ということで、はい、朝案の定30分ぐらい遅刻しましたね。でも毎日なんですよ。毎日なんですよ。こいつらマジで誰一人、あちゃこぐらいかな。でもね、あちゃこね、言っとくけどね、最後の日ね、傘忘れてるからね。かわいそうなの。あれ絶対ショックだよ。だってあのアバターのとこでしか買えないあのさ、かわいい傘。めっちゃかわいい傘、ね、あちゃこすごい傘マニアらしいの。ロンドンでね、3本傘買ったらしいよ。だから私は絶対またね、行ってね、あちゃこにお土産で買ってくるってね、絶対そうしてあげたい。そういう感じでですね、私たちは今回もロスンのようにちょっと買い物点々といろんなみんなの行きたいところをちょん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 と回るんですけども、またそこでもね、お財布の大事件ですよ皆様。帰りの車にぎゅうぎゅうで乗らねえっつってんのに買うんだからさ。だってニューヨークに着いた時の時点でもうこれ以上増えたら乗らないですからねって言われてんのに買ってんの。めっちゃ買ってったくせに今日私怖いこと聞いたから。何？いや、バレンシアガの親戚が送られてきて、バレンシアガ行かなきゃ。ルルン。帰ってきて間もないよね。なんでそういうこと言えな。それぐらいですね、私たちは買い物をしまくり上げておりますので、ぜひそちらのですね、感じをちょっとご覧ください。とりあえず2日目ということでですね、今日は買い物だったりいろいろ観光だったりニューヨークのホットなスポットを回りたいと思います。するなんか、はい、ナオさんがおすすめのアートがあるって言って、見てバンクシー、トカゲくん、ちょうどトカゲくんサイズじゃん。ちょっとこれさ、かわいい、かわいい、ちょっと待って、それでかわいいよ、かわいいですよ、いいよいいよ、現代アート。髪型とかも完全にトカゲくんじゃん。あ、大好き。ここのね、ジュース屋さんね、イケメンが多いの。え、行こう。え、マジでこれね、スウェーデンにもあって、スウェーデンでね、もうバチクソイケメンが超いたの。ちょっとナンパして、YouTube で。え、本当にイケメンなの。顔で採用してるでしょみたいな感じのレベル。マジ？写真撮れる？一緒に。写真撮れる？一緒に。え、閉まってる？閉まってた？うん。多分まだやってないんだと思う、11時だから。ハリーポッターみたいな教会です。ここが一番大きい教会みたいです。ハウステンボスじゃん。これね、教会なんですけど。また教会なんですか？すごい。ね、上からすごい綺麗な景色見えます。へえ。年末にやっぱり100万個の金があるんで、それ1000万ですよね。除夜の鐘みたいな感じで。日本なんか1個のでっかいとボーンだよね。え、それを日本108回やる。うるさい。こっちは100個の鐘が一瞬で終わるって感じですか？一瞬になる。コスパいい。コスパいいね。確かにコスパがいいね。この左がグラント将軍の墓、はい、この地下にグラント将軍と奥さんが眠ってるんですよ。お墓だって、これが。リサちゃんも行こう、これくらい。これくらい行こうか。固定資産税すごそうだな。やばいね。ねで、この右側が、桜公園って言って、桜の木ばっかり。桜咲くんですか？うん、日本から寄贈された桜を感じてる桜公園。代々木公園みたいなですね。代々木公園も桜。桜パーク。うん、本当だ、桜パーク。今からご飯だよ。昼ご飯だ。チキンウィング食べたいです。ハロー。わかつざいめそう。すごくノリが良くて嬉しいですね。はい、ありがとうございます。はい。これがめっちゃ美味しい。チャーハンじゃん。うまっ、高菜チャーハンみたいな。今チェックプリーズってトカゲくんが自分で言ってくれました。証拠動画あります。ナスちゃんやっぱりギャルだからさ、携帯の起動時間が一番早いよ。ということでチップはご飯屋さんだと15%から 18% なんですけども、今日は18以上は上げといてきます。ハドソン川の向こうがニュージャージー州。すごい、ハドソン川だ。
ご覧ください、ニューヨークのバレンスイアーガーに着きました。ナスちゃんも行こうよ。レッツゴー。僕がお母さんはものの15分20分くらいでバレンシアガを買い上げたよ。あ、えほ。次はマーク・ジェイコブスとヘブンに、レッツレッツゴということで、ドーバーストリートインニューヨークに着きましたのでですね、行ってみたいと思います。急げ、本当に時間がね、急げなの。すごい、やっぱりさ、全然違う、おしゃれだもん。図書館みたい、まるで私の図書館。やめてください、本当にやめてください。急いで、ユキチが何人飛ぶ？一クラス以上飛んだっちゃう。またやらかしちゃった。またあさこさんがさ、乗せるんだよね。かわいい、かわいい。私、店からマージンもらった方がいいかな。ねえ。今から何に行きますか？おもちゃ屋さん。ご覧ください。FAO シュウォルツっていうね、ニューヨークのすごい有名なんですよね。ホームアローンに出てくる。ニューヨークのトイザラスみたいな感じです。トカゲの爆買いです。トカゲくんは自分でこれを作ったみたいです。見て、今ね、ニューヨークのコスチューム屋さんに来たの。レディーガガ先生ですか？みたいな感じの。それでね、ハロウィンのね、こうやって衣装がね、いっぱい置いてあんの。このアブラカタブラってお店に来たので、ちょっと行ってみたいと思います。すごかったね。トカエ君がちょっとビビり上げちゃって、肩腕もない人形だったり、ちょっとホラーに使えそうな感じ。あれは何？特殊メイク屋さんとかが行くの？結構グロかったよね。でもね、ああいうのが日本にはないじゃん。ないね。ああいうちょっとおかしな店ないじゃん、だから最高だよね。店員さんたちもさ、全員私の友達みたいな感じの髪の毛しててさ真緑だったりブルーだったり、なんかピアスがいろんなとこに開いてたり、全身タトゥーだったり、もうすごい個性的な人たちがいっぱいいたけど、めっちゃ優しかったね。はい、次はですね、こちらのパーフェチで結構見てたまに買ったりする。何？時間急がないと、急いであれ、手ぶらじゃないですか？手ぶらですけども、私は見つけたんです。アレキサンダーワンがありました。早くしてください。もう閉まっちゃったみたい。外から見よう、ほらほら、眺めて、見て、このピンクのワンカー。お会計して円安だってことはセッター。どこで買ったの？買った。これで私もニューヨーカー。一回キャンセルしちゃったの。ルンルンにレジまで持ってって、プリンスとか言って、円とドル選べる。そう、円とドル選べて、円の値段見た瞬間に、待って2倍以上すると思って一回冷静になってバツ。その後に、いやもうこれは投資と思って買った。一瞬のバツは何だったっていう。一瞬のバツは脳が止めたの。やめろって働くしかない。最終日の最後の買い物にやらかしたね。私たちが購入したのはこちらでございます。すごい可愛いよね、これ。なんてお店？ソリッド&ストライプストリッペドこちらのですね、ちっちゃい可愛いレモンニットちゃんを買いました。ほら見て、生地がいいの。すっごい可愛くない？見て、レモンでさ、本当にさ、甘酸っぱい青春時代みたいみたいな感じでこちらを買ったんですけども、可愛くない？これだってさ、お値段もそれなりにしたもの。165ドルです。2万円ぐらいですね。22,500165ってなるでさ、16,000円だと思うじゃんみんな全部その感覚で買っちゃってるでしょ、私もよ20ドルとかやったらさ、2000円ぐらいだと思って買ってるでしょ。買ってる。違うから4000円ぐらいだから、ごめんけど。怖えー、マジ怖えー。はい、ということで次に私たちが行ったのはですね、キースですね。こちらです。ニットちゃん買いました。すごくこれ可愛くないですか？見て、めっちゃ可愛い。ビリー・アイリッシュみたいでしょ。なかなかなくない、こういうの日本に。だからね、これ買ったの。なんていうブランドなの？ R13 ってやつです。私が13歳かなみたいな感じですけども、こちらのニットを買いました。こちらは多分16人ぐらい、ゆきちがしたよ。あなたが買えって言ったからじゃん。それめっちゃベリーみたい、かわいい、かいなかいな。絶対それぐらいしたよ。
次は見てキースのこの半ズボン。このねキースってお店はね日本にもできたの。宮下パークのところに、うん、でこのキースのオリジナルのこのショートパンツも買いました。ベージュ珍しくないんだけどね、やっぱりね合わせやすそうと思って。これも値段が2万円くらいじゃないかな、多分そのぐらいだと思う。ということで次はですねこのキースのタンクトップ、すごい可愛くない、これ。めっちゃ可愛い。オレンジのタンクトップを買ったのだけどね、日本に帰ってきたらあまり露出しなくなっちゃった体を。ねえ、なんかちょっと守りに入ってる。お国柄、お国柄かな。昨日笑われたもんね、私のうち。レイちゃんが昨日ね待ち合わせしたのね、すごいね、まだねニューヨーク感を引きずってな、迎えに来たからね。レイちゃんここ日本っつってとりあえずこういうちょっとキャミソール1枚でなんか上に羽織ってみたいな感じになるよね、うん、日本だと。わかる。そうね、こちらはもう多分1万円ぐらいじゃないの。これも買ったぞ。あーこれは可愛かった、ね、これ可愛いでしょ、見て。これもキースで買ったの。コンバースと何のコラボなのかわかんないけど、とりあえずコンバースの厚底みたいな感じでね、珍しくない、こういう色買うの。私でもね結構合わせやすいの、この色がね。意外とね派手な色にこういうのって合うから買ったの。意外と私も大人庶民な、全部が全部色がちゃがちゃじゃなくてね、こういうのも着るんだからね、バカにしないでよ。はい、ということでこれも多分120〜130だったんだ。1万7000円ぐらい。次はですね、2日目です。私たちはマーク・ジェイコブスの方に行ってまいりました。かわいい。あのね、マーク・ジェイコブスのヘブンっていう姉妹ブランドみたいなのが最近できたんだけど、そのヘブンの大きい大きいパーカーちゃんを買いました。かわいいでしょ、これ。めっちゃかわいい。 XXL 超でかいやつ。しかもね、マーク・ジェイコブスってニューヨークのブランドだから日本で買うより少し安かったの。それはアゲだよね。いくらだったっけこれ。155ドル。でも日本だともっと高いと思ってね。イエーイ。次はですね、こちらの上着屋買いました。マーク・ジェイコブスさんで、こちらはヘブンかな。可愛くない、見て、ほら笑ってる、いろいろ。ちょっと薄手のデニムだね、ほら。かっこいい。え、なんかちょうどいい感じ。鉛筆で落書きされてるみたいな感じの落書きがいっぱい。あー、かわいい、かわいい、本当にかわいい、ありがとう。これはいくらなの。275ドルじゃねえか。3万5000円ぐらいじゃないの。おお。うわ、高えな、意外と。次はヘブンのニットを買いました。見て、めっちゃいいわよ、見て、ほら、かわいい。すごくかわいいでしょ。よくわからない、高井くんが描いたような確かにね。こちらいくらなの。295ドル。さっきのよりも高いです。こういうちょっとニットに刺繍とかじゃないですか。あ、でも確かに凝ってるからね。凝ってるね、やっぱり。ということで、次ですね、次めっちゃかわいかった。めっちゃかわいい、見てこれ。授業参観、ほら見て、完全にあの保護者会じゃん。やばくない、この赤髪でこの蛍光オレンジでさすごいサンバ踊りそう。マツケンサンバオレンオレンサンバサンバということで、こちらを買いました。これ結構高かったね、15万ぐらい。でも安くなってるんだよ、本当はもっとするんだもん。30万ぐらいするんだもん、普通に。あ、マークジェイコブスでもう一個買ってる。あ、忘れてた、これ金魚のね T シャツ、可愛くない。うわー、これ夏祭りに着てかなきゃじゃん。金魚すごいしたい、これ完全に。金魚たちさ、これ私のこと見てどう思うかな。うーわ、なんか本気なやつ来たぞって逃げなーってなるから次はですね、こちらドーバーストリートマーケットの方に行きました。こちらはですね、日本にもあるんですね、銀座にあるのかな。ここもセレクトショップです。まず一つ目に買ったのがですね、こちらでございます。可愛くない、これもニット。どうしたのってぐらい短くて可愛い。めっちゃギャルなんだけど。めっちゃギャルじゃない。え、可愛い。え、普通に似合う。似合う似合う似合う。この丈がギャルじゃない、なんか最先端いってない。確かに可愛くない。デニムとかにも合いそう、これ。可愛くない。あ、確かに。かわいいでしょ、だってこれ高いもん。755ドルだよ、10万ぐらいするよ。そう、当たり前じゃん。でもモヘアだもんだ。もう日本円には換算しません、怖いから。次はですね、こちらの帽子ちゃんを買っておるんでございます。見て、ラバーボーイっていう、これかわいくない。あー、かわいい。しかもね、トカゲくんも超似合ってたの、これ。超かわいかったもん。だからね、トカゲくんにもかぶせたいなと思ってね、2個も買っちゃったの。235ドルもするやつを2つも買っております。これもすごいかわいいよ。この色が最高にかわいいし、ネオングリーンが。で、これナスちゃんもお揃いで買ったんだけど、265ドルもしますし、こちらはですね、すごいオーバーサイズなんですね。見てください、超かわいいでしょ。すごい顔が小さく見えない、漏れない、かわいい。じゃあミルクワーみたいでしょということで、次ですね、次は別に普通のやつです。あ、うんうん、あっちもこのブランド買った。これ買った、これ買った。そう、グレインデッドって
ていうやつで、これは120ドル、良心的な値段ですね。しかもね、私こういうね、スウェットのこのブルー好きなの。ウォッシュかけたこの感じ、わかる？好きなの、落ち着くの。もうちょっと古着っぽい感じのさ、しかもここがさ、ちゃんとさ、凝ってんのね。切り返しがあって、こっちにさ、まだ立ってるんですね、私。こちらでございます。見て、また耳が生えてるよ。見て、可愛くない？いや、可愛い。ほら、可愛いでしょ。着ぐるみみたいで、なんかのゆるキャラみたいじゃない？長崎県のゆるキャラ、私に帰ろう。で、ナンバーワン目指すか。ミキャンに絶対負けない。こちらもちょっと高かったと思います。耳代もあるし。次ですね、次はですね、こちら見てください。最後に行ったところはこれ。くっしゃくっしゃくっしゃやねん。アローっていう、そのなんかヨガブランド、ここね、結構ね、私ね、昔から気になってて、アメリカにしかないのかな今。通販で買うより自分でちゃんと試着してサイズをこういうのって見たいじゃん。意外とここの XS 小さかった。小さかった ね。だから試着してよかったと思って。私 M 買ったもんだって。ということでですね、こちらです。これはですね、まあ普通のヨガ着みたいな感じだけど、可愛く着ようぜみたいな感じのこちらと、こういう白と、私が一番気に入っているこちらのネオングリーンのスポーツブラジャーみたいなやつと、あとこちらのジムの時着ようかなと思って、ちょっと短い丈のシャカシャカブルゾンみたいな、そしてこれですね、こちらのショートパンツ、これと合わせて着ようかなと思って買いました。次はですね、こちらでございます。こういうの欲しかったでも、ね、日本にあんまり売ってないの、こういうピチッとした長袖が。うん、だけど見て、見つけたのやっと。アロで可愛いでしょ。可愛い。これも買いました。でも一つ私、大物を見せるの忘れているわ、バレンシアガ先生。ということでですね、爆弾がこちらでございます。ここがキラキラなわけ、見て。四方八方にキラキラが散りばめられてて、見た瞬間ヒーって感じだったよね。とんでもないわよね。一番これがさ、色も使いやすいし可愛い、ビビッときたよね。一番目立つしね。ですね、ニューヨークシティどうでしたか、れいちゃん。でも初めてのニューヨーク、うわーってめっちゃ興奮したし、めっちゃすごかったし、うん、テレビで見てたやつだってなったけど、うん、マジで目細めたら東京だった。だけどさ、東京よりやっぱり木目状に広がってるじゃん、地図が。そうそうそう、それは違うなと思った。全然なんかビルとかの感じもさ、やっぱおしゃれでさ、あーニューヨークって感じだよね。そうだけん、ちゃんと見たらあニューヨークだなるけど、そうすごいよね、ビルが全部高いからさ。そういうことでですね、本当に本当に長い2週間でしたね。長かった。締めのとどめの一発にニューヨークでこうやってやらかしてますけども、私、思い出です。これは思い出はお金じゃ買えませんからね。これニューヨークで買ったからっていう、このマインドを高めようかな。これ可愛い、どこで買ったの？ロサンゼルスで買ったの。それを言いたいんです、私たちは。ということでですね、今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターをやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、ということでですね、ニューヨーク、アメリカ、本当に本当に楽しかったです。また行けるように頑張りましょうね。頑張ります、お仕事頑張ります。はい、ということでですね、皆さんもまた次の動画でお会いしましょう。ナカリー様、アメリカにまた行くぞ。さようなら。バイ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 。 USA